いや、それは大変だ。いや、皆さん楽しんでもらってますか？大丈夫ですか？全然できなかったね。ちょっと悔しいね。そう、1もさ、1とさ、振りとさ、そう、でもなんか、歌とね、そう、1はいつも通りやろうと思ってんだけど、なんかどうしても色着てるとさ、そこ行きたくなっちゃう。行きたくなっちゃう、行きたくなっちゃう、行きたくなっちゃうし、歌ってるとさ、ねえ、なんかお歌いつも歌ってるとこ歌ってないとさ変な感じするよね。変な感じ。何してるんだろうって。でもちょっと朝来ててもアーリン感は出てたよね。なんかもう静けて真ん中に来てたから。すごかったよね。そう。え、ね、こういう時ってさ、みんなどうしてんの？あの、自分の推しの子見てるのか。変わった色。色変えてる。あ、色変えてるんだ。すごい。あ、すごいね。さすがだね。めっちゃ今の。アーリンのことが好きな子は赤を振ってるってこと？あー、すごい。なるほど。へー、大変だ。なるほど。でも見ててもさ、はい、見失うよね、絶対。分かんなくなるよね。いや、だってうちらもさ、ちょっとよく分かんなかったもんね。あの、着替えてるとき、誰だろうっていうか、あの、私たちも、あの、自分この色着てるとこの黄色の人ばっか見ちゃう。なんか分かる。なんか自分の同じ色着てる人ばっか見ちゃうの。確かに。なんだろうね、これ。ありがとう、いつも色マジック。